はい、こんにちは。かつまた博物館です。今日は、ありがとうありがとうということで、えっ、ー、と、今、画面の方にも出てるかと思いますが、ちょうど、2万人の時にスクショできたので、スクリーンショットした、です。ありがとうございます。2万人ありがとうございます。パチ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 。本当にありがたいです。ありがたいです。<laughs> 嬉しいですね、普通に。はい。再生回数の方も、本当日に日に増えていって、 いろんな方に見ていただいて嬉しい限りです。ありがとうございます。本当に。ということで、あの、東京に行ってたときには、なんか千葉の方に行ったら、わざわざ会いに来てくれた方もいますし、いろいろ、なんか交流してくれてありがとうございます。こんな僕で。えっ、ー、と、それと、以前言ってた、2万人超えたらいろいろするよっていうことで、えっ、ー、と、サムネイルの画像も今、画面で比較画像出てるかと思いますが、<laughs> あの、 ネクタイも変えてないですし、ほとんど髪変わったのは髪型とちょっと老けたかなぐらいなんですけども、あの写真が、えっ、ー、と、2年半ぐらい前、2年半ぐらい前で、それで今さっき撮った画像なんですけども、これでちょっとの間はやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あと、名前の方もね、勝又ミュージアムということで、えっ、ー、と、YouTube のパーティーでね、知り合った方にミュージアムって教えてもらったので、それで行こうかなと。 博物館っってローマ字でででもいいいんんすけどちょっと長いんでそやっぱりねローマ字つけてないと検索で出てこないんですよあの外人さんでこう話す機会があることが結構あるんですけども勝又って入れてって言って日本語で入れないとすぐ出てこないんですけどローマ字で勝又って入れてもやっぱ出てこないもんでここはねやっぱ名前をちゃんとつけておけばこう広がるネットワーク広がるってことでつけました あとやっぱりタイトルの方もね、英語先にしておけば、日本人の方大体、ちょっとね、知ってることですから、多分読めますし、外人の方に、やっぱ、こう、アポ、アポしたいので、アピールしたいので、名前先にしてます。ご了承ください。はい。あと、話すことは、ちょっと、最近いっぱい買いすぎて、本当にやばいっす <laughs>。 本当にやばいです。もう本当、ぐっちゃぐちゃですよ。本当に。もう本当にやばい。<laughs> マジでやばい。<laughs> もう本当にやばいです。あの、普通に仕事もしてるんで、あの、片付かないですね。撮影して片付けたいんですけども、撮影してあれやってたんつってると、どんどん片付かない。本当にやばいです。ということで、ちゃんとやりたいですね。あと、変身シーンの方も高評価と再生数ありがとうございます。本当に嬉しい限りです。 頑張ってます。あの、1王者、次やる変身シーンは10王者の10王イーグルを外で撮影したいかなと思ってますので、どうぞお待ちください。ちょっと何せほんと寒いもんでね、まだね。まだまだ寒いので皆さんもお体にお気をつけください。ということで、今日は、まあ、いろんなちょっとしたお話動画でした。ありがとうございます。本当にありがとうございます。頑張ります。頑張るぞ。<laughs> ということで、これからもよろしくお願いします。それでは、 また明日